こ村。ご案内は弥彦おかみ会の白崎さんです。ニコピョンと一緒に秋の弥彦を散策しましょう。弥彦村に来たら弥彦神社は外せません。まさに弥彦のシンボルですよね。毎年11月は菊祭りが行われます。華やかな菊がずらりと並ぶ様子は圧巻ですよ。ここ弥彦公園もみじ谷は紅葉が素晴らしいんです。またこの朱色の橋が綺麗ですよね。夜はライトアップされて幻想的な美しさが楽しめます。おもてなし広場は弥彦の魅力が詰まった人気スポットです。とっても可愛いスイーツがおすすめですよ。あ、ニコピョンだ。うん、お芋が入っていて秋らしいクレープですね。探検弥彦村。